こんにちは、フェルナンドこと拓也です。ハスコボの近くに将来世界遺産に登録されるかもしれない場所があるというので行ってみることにしました。なんと驚きの日本語が何なのでしょう。それではどうぞ。8月5日、シープカ村の宿で朝を迎えます。シープカ村の円形です。金色の屋根のシープカ僧院が印象的でした。今日は火山落を抜けて南のハスコボを目指します。気持ちいいですね。まっすぐな道、おまけに交通量が少ない。ドライブレコーダーの情報を別の YouTube にアップしています。ハスコボの町の近くのアレクサンドロボの墳墓が目的地なのですが、あまりに情報が少ない。ガイドブックは何も記載がありません。ブルガリア観光局のハスコボの近くだけが頼りです。市内に入って市役所あたりで聞けばいいか。今日は運がいいのか偶然看板を見つけました。あとは案内看板に従って行くだけです。あと12キロ。世界遺産の登録手続きを進めているとのことだけで向かっています。ウズンジョボ村に入ります。案内看板の距離からするとそろそろなんですが、看板を見失いました。聞くしかありません。道を聞いたおじさんが場所を案内してくれました。でも驚き、国旗と日本語が。博物館センター東ロドッピー山脈のトラキア美術とあります。青の矢印が現在地です。これはわからない。また立派な博物館です。丘陵地帯です。2000年にゲオルギー・ヒトフ博士によって発見されました。日本語の解説付きです。秋篠宮殿下が来ています。日本とブルガリアの友好とあります。紀元前、トラキア王国が支配していた地域です。あの林の向こうに本物があるといいます。レプリカですが詳細に復元されています。サルミセ・ジェッザで全く内部の写真が撮れませんでしたが、この雰囲気で想像していただければと思います。現実の中です。トラキア文明の特徴でしょうか、天井画が残されています。狩猟文化のようですが、その様子が克明に残されています。本物の写真です。その様子を日本語で解説されているのは嬉しい。この地アレクサンドロボを指す学芸員さんです。全体の様子で空調もきちんと効いています。日本語版の解説書が売られていました。ここは日本人がぜひ訪れてほしい場所です。火山落の墳墓は世界遺産になっていて、バラ祭りのついでに行けるのでしょうが、ここは内容がしっかりしています。おまけに日本語の解説付きです。ガイドブックでも取り上げてほしい場所です。ただの親切なおじさんだったのでしょうか、チップをあげようとしましたが最初は断られました。アレクサンドロボからバチコボ僧院に向かいますが、山道を抜けます。山あいの商店で休憩します。山が多い地域です。
バチコボ総院に来ました。車は路中です。他の車も止まっているので大丈夫でしょう。でも有料駐車場に止めている人の方がほとんどです。さっさと見てくればいいか。規模の大きいお土産屋さん通りです。すぐたどり着けるのかなと思ったのですが、意外と奥深い。背の高い建築物に囲まれています。この中に総院があるようです。建物が外壁の役割をしているようです。ユネスコの保護下に置かれているというので来てみました。ブルガリア国内ではリラの総院に次いで2番目に優れていると言います。3日後リラの総院に行くことになります。総合であろうか。でもブルガリアを代表する総院には間違いありません。自然豊かな場所にあります。陶器のお土産を売っています。パンポロボに向かいますが、また山道に入ります。ここは片側通行です。パンポロボに到着しました。本日のルートはシプカ、カザンラク、アレクサンドロボ村、山あいの道、バチコボ総院、パンポロポです。バンガロー村です。高原です。独立したコテージは今回の旅では初めてです。すがすがしいというより寒い。一棟狩りなので広い。ベッドルームが2階に2部屋あります。冬はスキー場になります。こういうところなので駐車場は問題ありません。温度計がありました。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日は同じく高原リゾートのバンスコです。ご視聴ありがとうございました。